これがトライロボットだよ。大きなネットだね。他の部分が小さく見えるよ。詳しく紹介していくね。まずはここ。足回りだね。見たところオムニホイールを使っているようだけど。そうなんだ。これはいろいろな方向に動き回るからなんだ。うんうん。それで足回りのセンサーはエンコーダーと、むむ。ここには距離センサーをつけているよ。壁に向かってレーザーが出てるってことは壁との距離を測るんだね。その通り。このセンサーとスイッチを使って移動の誤差を直しているんだ。タクタクさん、なにこれ、スイカって書かれてるよ。これはパスロボットからパスされたボールを受け止めることができるんだよ。パスロボット？そう、詳細は東京工科大学パスロボット紹介動画を見てね。わかったよ。それでどうやって受け止めるって言うんだい？このプラダンは動くようになっていて、パスされたボールの勢いを吸収するんだ。すごいすごい、ちゃんとレシーブできてるじゃない。けどこれじゃネットが邪魔でトライできないぞ。いいところに気がついたね。実はトライするときはこのネットを上に持ち上げるんだ。わお、これならトライできるね。次にエアシリンダーを使ってボールを掴むよ。この機構はボールの向きが一定でなくても掴めるんだ。よし、トライだ。ちょっと待って、トライするためにはトライスポットに移動しないとね。おっと、そうだった。ギューンと移動します。わあ、すごいすごい。トライスポットに近づいて調整をしてからトライしてみてよ。わかった、行くよ。ボールを掴んでる部分が回転した。そう、モーターを使って回転させるんだ。動きは実際のラグビーみたいに迫力があるでしょ。でもボールの向きが一定じゃなかったらモーターや機構に負荷がかかるんじゃないの？大丈夫、バネを使うことでモーターが余計に回転する分を吸収できるんだ。僕にもやらせてよ。いいよ。やったー。ああ、このままじゃポールにぶつかっちゃうよ。こういう思わぬアクシデントの時にはパスボタンを長押ししてみよう。わあ、ジョイスティックでロボットが動くようになったぞ。これならボールを避けられる。これでラグビーができるよね。ところでなんでスイカなの？それはなぜかというとね。僕知ってるよ。誰かがダサい赤色のダンプレートを使ったから仕方なくスイカって貼り付けたんでしょ。